乙女姉さん、相変わるじゃの。あの子が小さい時の坂本はんですか。昔は結構可愛かったんやな。今はむっさい親父やけどせやけど、あんなええ姉さんがいてはったんやな。うちお友達になれそうやわ。日本一の姉さんやき、わしは本に家族に恵まれちょった。12の時に母を亡くしたけんど、父上も兄者も三人の姉上もみんな愛してくれたがじゃ。弱虫でどうしようもない落ちこぼれやったこのわしもな。関ヶ原の合戦の功績により山の内和豊が土佐24万石の殿様になり、掛川衆や山の内侍と呼ばれた和豊の家臣を城主といった。それ以前に四国を支配していた長曽我部家の家臣の多くは土佐を去ることになったが、一両愚足と呼ばれた長曽我部家の下級武士たちは土佐に残って激しく抵抗し、山の内家を悩ませた。山の内家は厳しい弾圧を繰り返したが、説得に応じる者には合祀に取り立て懐柔策を施した。土佐藩における合祀は他藩に比べると徹底した差別化にあり、上司とは徹底した敵対関係にあったという。そして藩の権威が衰えた幕末には土佐合祀たちの多くが尊王攘夷運動に身を投じることになる。脱藩し海援隊の結成や薩長連合を実現させ、大政奉還の成立に尽力した坂本龍馬もまた土佐合祀の出身であった。土佐の合祀の有馬山市で本山間が死かうを見た。よさこい、よさこい。坂本は雨やで。大丈夫じゃん、わしらには関係ない。あ、あれはどなた話す。あれは上司の鬼山じゃ。わしら合祀を目の敵にして何かと因縁つけてきよる。あやつに泣かされた合祀は数知れずじゃ。